四国開発フェリー株式会社は日本の海運会社、瀬戸内海にてフェリーを運行している。内航貨物船、近海船のオーナーオペレーターである、瀬野汽船のグループ企業である。愛称は四国オレンジフェリー。陶器場の本社は瀬野汽船の本社がある愛媛県今治市となっているが、実質的な機能は東予事務所のある愛媛県西条市に置かれている。 東横9ターミナルビル就航記念日、東横近年においては、2012年9月までは、新居浜、東予と大阪を結ぶ航路については昼便、夜便がそれぞれ1往復と、新居浜と神戸を結ぶ航路については、往路が昼便、袋は深夜便として1往復が運行されていたが、同年10月以降は、本市家橋など高速道路の料金体系変更など、 社会情勢の変化を理由とした減便がなされている。オレンジ愛媛、オレンジ大阪については夜行で運行されている。オレンジホープについては、上り便は夕方発、下り便は深夜発となっている。なお、定期点検や気象条件などにより就航線を変更する場合があるほか、オレンジホープは運休日もある。詳細は公式サイトなどを参照。 運行ダイヤが数回にわたって変更されており、所要時間が延びている。2018年には、東洋大阪航路の新造船置き換え完了とともに3段階の期間別運賃を導入。ファンネルマークには、オレンジ値に、青、オレンジ、緑色で、セーフティー、スピーディー、サービスの頭文字を取って、アルファベットの S をあしらった 3S マークが描かれている。 船体の塗装は白地に一本の帯と、青、オレンジ、緑色のカモメをあしらった絵が描かれている。就航順に記載。オレンジホープ、新居浜東港オレンジ7、高松港沖詳細は公式サイトを参照。喫煙所以外は個室を含めて禁煙である。新居浜、東洋大阪航路が二往復運航されていた頃は、大阪南港を発着する下り二便と折り返しの、 上り3便を途中下船せず、二等寝台で通し、利用できる、瀬戸内ワンナイトクルーズと称するプランがあった。同プランは二等寝台往復の料金で3食付きで、あったほか、希望者に対しては、船橋の見学ツアーも含まれていた。詳細な情報及び時刻は、四国開発フェリー公式サイト、瀬戸内バス公式サイトを参照。上り便乗船客、 下り便下船客用無料連絡バスは次の通り、路線バス扱いとなっているのが特徴。停留所は路線バスのものを併用し、どの停留所でも乗降可能。フェリー利用客は運賃無料となる。フェリーを利用しない旅客も有料で利用できる。下り便接続バスは乗船手続き時か船内案内所で前夜に配布される。 整理券がないと乗車できない場合がある。大阪南工業の便に接続大阪南後発の便が接続蒸気のバスはいずれも瀬戸内バスが運行する。下り便下船客用のみ運行される無料連絡バスは次の通り。この太陽鉄南予バスが運行する松山方面との有料連絡バスがある。ありがとうございます。